日本大学のサイトです。どうぞよろしくお願いいたします。それではですね、ただいまご紹介いただきました、こちらのタイトルで、技術の紹介をいたしたいと思います。ではですね、まず本技術を説明する前に、その背景についてご説明したいと思います。まず、現在、二酸化炭素や窒素酸化物など、大気汚染、地球温暖化の原因となる物質を排出しない、あるいは排出が少ないクリーンエネルギーの普及が求められています。それの、一つの、エネルギーとして電気エネルギーがあり、そのエネルギーを変換した電気化学エネルギー、これを貯蓄したり利用する技術の、進展が求められています。特にですね、こちらに挙げた二次電池や有機電解合成、水素燃料電池、水の電気分解による水素製造などがあるかと思いますので、こちらで少し説明したいと思います。まず、二次電池につきましては、電気貯蔵技術の一つで、電気自動車用だけではなくて、家庭で使う電力の供給源、災害時における非常用電源としても期待されております。ここはですね、製造コストの削減が求められています。また、有機電解合成はクリーンな電気エネルギーを反応の駆動力として利用するものであり、環境調和型プロセスとして期待されており、今後もですね、電気合成の電化の期待がですね、高まっております。また、水素燃料電池につきましては、水素と空気の酸素の化学反応によって電気を発電するものであり、化石燃料を代替とすることにより、低炭素化やエネルギー源の多様化の向上に期待されています。こちらについてはですね、こちらの反応を起こす触媒ですね、現在、白金がメインですが、白金に代わる安価な新触媒の開発が求められています。最後ですね、水の電気分解による水素製造ですけども、こちらグリーン水素ですね、再生可能エネルギーを使って、水を電気分解して製造する水素であって、製造時にも、そして使用時にも二酸化炭素を排出しないために、次世代のエネルギーとして期待されています。こちらについてはですね、発電のコストの削減等が求められています。以上のこともそうなんですけども、こういった電気エネルギーの、進展というのは非常に重要だというふうに考えられています。で、この進展におきまして、スライドでご覧いただくとですね、分かるんですけども、こちら概念図として絵で表記しましたが、まあ、どちらもですね、根本的に言えば、2本の電極に電圧をかけて、それによって反応を起こさせたり、それによって充電をしたり、そういったものとなっております。ですので、こういった電極における反応をいかにというところになりますので、技術開発において、電極の評価や電極反応機構の解析は極めて重要になってきます。これを行うのが、まあ、電気化学測定法であらゆる手法がございますけども、まあ、大まかに言いますと、ある物質から他の物質に電子が移動する酸化還元反応、電子移動反応を、まあ、電極を用いて電流や電圧を変換し、直接捉える方法となります。まあ、実際ですね、こういったものを置きまして、電圧をかければ、それぞれの充電や放電のところのメカニズム、ちょっと解明になるかと思いますけれども、このところにですね、もう少し着目して説明していきたいと思います。で、今お話ししていたのは、こちら二電極法なんですけども、電極法は、まあ、電極2つありまして、そこに電圧をかけて、そこで反応するですね、ものについて生じる電流をモニターするということになります。実際、反応が起こると電流でその現象が見えるかと思いますけども、実際はこの両極起きているものを同時に見ていることとなります。またですね、この電極に起こっているものなんですが、こちら、ここにある電極電位といいますけども、電極電位の差、これが電位差、すなわち電圧となっておりまして、ここにどれだけの電位がかかっているかというのは実はわからないんですね、この方法では。で、ここのところで実際にはどのような反応が起きているかと知りたいとなりますと、この電極電位を知る必要がございます。
これを知る方法が、右側で一般的に使われている三電極法というものがあります。右と左比べますと違うのが、こちらの左にある RE と書かれている電極が入っているものです。まずですね、この右側にある2つの電極はこちらと同じものなんですが、1つは測定対象となるもので、これをですね、一般的に作用電極、WE と言ったりします。もう1つはですね、対象としないんですけども、不可欠な対極、補助電力といいまして、CE と言いますけども。で、今回ですね、この WE というものの電位を制御したいということを考えたときに、それを制御するために、この参照電極というものを入れます。こちらですね、電極電位が一定になっているものというふうになっておりますので、これに対して、ここに電圧をかけると、これ固定されてますので、この電位が制御されると。なので、定めた電位、設定された電位での反応を見ることになりますので、これで反応機構とかを考えることができるというふうなことで、有効な方法として広く使われている一般的な方法になっております。ですが、なんですが、これをご覧になった通り、この電解層に、この参照電極を入れている、つまり入れなければならないという問題点がありまして、じゃあこの参照電極には内部液が入っておりまして、ここには多孔質の、ね、ガラス等が入っております、入ってまいりまして、内部液が少しですけども出てしまうことがあります。なので、溶液の汚染等もございますので、入れたくないというケースがあります。で、入れずに使う方法もないわけではないんですが、こちらですね、2つに分けた例なんですけども、もう1つの、電解層に参照電極を入れまして、ここにですね、塩基を入れまして、これによって測定可能です。塩基の役割、いろいろあるんですけども、電イオンを通したりですとか、ですが、ちょっと時間がないので割愛しますけども、必ず設置する必要があります。またですね、液濁としてですね、核液、スパレーターをつけることも可能なんですけども、もしこういうのをですね、使わないで、このように参照電極を出すことができたらという話なんですけども、これ現実はできないんですけども、これ出た場合ですけども、例えばこの K をですね、非常に高温にしたという場合に、参照電極一発なものはですね、高温に耐えられませんので、こういったものには不向きとなっていますので、もう困難。同じ高圧に対しても困難となってきます。またですね、ガラス製ものが多いですので、ガラス製は塩基性に弱いですので、塩基性での測定が難しくて。また今後ですね、どんどんですね、測定器は微小化されていきますので、それぞれ小さくしていく、小型化していくためには、こういったものがない方がよりコンパクトに、作用電極と対極だけ入れて、小さな電位化測定計画ということになります。で、このような難しいというところが、三電極等の困難な問題点となります。以上をまとめますと、三電極法を従来法としますと、このようなことになります。三電極法は電極の電位を制御するために不可欠な方法ですが、測定溶液に WE とともに CE と RE、参照電極を浸積するか、または参照電極を別の溶液に浸積して塩基等の液濁でつなぐ必要がございます。そのため RE の中、内部液や液濁により試料が汚染される懸念があります。また、市販の RE を多くがですね、高温条件や高圧条件では使用できないことなど、三電極法には制約条件があるということになります。そこでですね、私たちはですね、その参照電極を液体から出すということができないかということを検討しまして、既往の技術として、測定溶液に非接触の参照電極による作用電極の電位制御について方法を開発しました。こちらがその概念図になるんですけども、溶液ですね、溶液の作用電極の電位を液濁を介していない別の電解層の溶液に浸積したこちらの参照電極により制御すると。いう方法です。こちらですね、WE を、CE をですね、指示電解質、こちら、水溶液入れてない指示電解質の水溶液にも入れてしまいまして、この WE 同士を接続、電気的ですね、CE を連結します。で、RE を用いて、こちらの WE を制御することによって、
このダブリーを制御するということを介して、このダブリーも経由し、あ、あの制御しようという考えです。今からですね、実際に行ったキーを説明するんですが、ちょっとですね、こちら全体の、ところをですね、RE が入っているこちら部分を、まあ、非接触参照点ということで、非接触型 RE としてご説明したいと思います。こちらがですね、その方法を、まあ、三電極法と今お話した方法を使って、まあ、サイクリックボルタンメトリー測定を行った例となっております。中にはですね、フェロシアンが入っている溶液で測定しています。で、こちら時間軸で、こちらがですね、インカーネインの電圧書いてあるんですけども、黒いものがですね、三電極法と非接触法、両方とも同一になるんですが、まあ、W にインカーした電位になります。表示電位なので、全く同じになります。それに対して、電流、あ、失礼します。電流を見ていきますと、わずかにですけど、まあ、ズレが生じていますけども、このように電流が生じているのがわかります。これをもとにですね、まずサイクリックボルタンメトリを作りますと、まあ、このようにですね、こちらの図のようになります。黒の線が三電極法で、青の線が非接触となります。ずれていることがわかりますが、形状としては非常に類似しているので、まあ、制御ができることがわかるかと思います。で、このズレなんですけども、今戻りしますが、こちら、この緑と赤は何かと申しますと、まあ、通常測らないんですが、この測定では、この三電極法、非接触両方ですね、サイクリックボルタンメトリを測りながら、対極と C の電圧を測定しました。するとですね、緑が三電極法、赤が非接触型 RE 法なんですが、電圧に違いがあることがわかります。で、この差がですね、つまり、ここの差につながっているということが分かりましたので、この差を引き算した補正によって行った結果がこちらになるんですけども、三電極法が黒に対して補正したものが一致するという形で補正すると、三電極法と非接触型は同じになることが分かりました。ですがですね、この補正をしなければならないという欠点が残っていることになります。まとめますと、測定溶液に非接触の参照電極による作用電極の電位制御法は、三電極法と同様に電位を制御は可能ですが、しかし、設定電位と作用電極に因果されている電位に差が生じているため、これを一致させるためには、補正が必要で、補正をするには、さっきにしたこちらですね、この式にあった三電極法の電位、すなわち三電極法で一回測定しなければならない。そういった測定自体が必要になるという欠点がございます。そこでですね、今回ご紹介するものはですね、その補正をしないでいい、すなわち三電極法での測定をあらかじめしなくてもいい。それでいて、三電極法と同等な電位制御が可能な測定溶液非接触型参照電極というものを今回ご紹介したいと思います。こちらがその概念となるんですが、まあ、その前にですね、この下でですね、この流れについて説明したいと思います。先ほどまでご説明した非接触型 RE を用いて、作用電極の電位の制御を行った際にですね、まあ、設定電位と実際に作用電極に因果される電位が差がございました。この差はですね、2つの電階層に親戚された CE の電位に差があることが分かりました。ちょっとスライドを戻しますけども、こちらが先ほどの実験系なんですが、この CE と CE を測定時にまた別の RE を入れまして、測定したところ、ここと CE と CE に差があるということが分かりまして、この差を解決すれば、まあ、同一な電位が測れるのではないかということで、この三電極法と同等の電位制御可能な方法技術をまあ開発したということです。こちらにこの工夫が書いてありますけども、具体的な話について次のスライドでご説明したいと思います。こちらがね、そのシステムの図になるんですけども、まあ、こちらの説明が右手に書いてあります。まず、電階層が2つに用意するのはあまり変わっておりません。1と2ですね。その一方の電階層、こちらになるんですが、電階層2のところですに、こう、液烙がついている電階層をさらに入れます。
で、電解層1と2は、まあ、前回は飼料溶液とこちら指示電解層だったんですが、今回はこちら飼料溶液と全く同じ組成のものをこちらに入れて、この電解層3のところの溶液には、指示電解質、飼料溶液が入ってない溶液を入れます。電解層1には対極と、そして電位を制御することを対象とする作用電極が入っています。そして電解層2には対極と三焦電極、そして電解層3には対極を浸積します。そしてですね、2つの作用電極を配線として結んでですね、CE と結びます。こちらは前回と同じとなっています。本システムは、電解層1と2の溶液を同組成にして、浸積されている CE の電位も同じにしたものです。また、電解層3は、この液濁がありますので、電解層2と3は、まあ、液管電位も解消されていますので、電離系としているという状態を作っていますので、電解層2の RE、三焦電極を基準として、電位をですね、この WE、電解層中の WE に因果して制御するだけじゃなくてですね、それと同時に電解層1の WE にも因果して、同じものを因果するというシステムとなっています。ここですね、こちらの、全体ですね、セル2、あ、電解セル2と電解、あ、電解層2と電解層3を合わせたこちらのものをですね、非接触型 RE、そしてこちらはですね、測定対象セルとさせていただきます。はい、ではですね、実際の測定例についてご紹介したいと思います。でこちらですね、先ほど示したものとほぼ同じ、測定のシステムとなっております。飼料容器ですが、一般的に用いられる、ヘキサシアノ酸鉄イオンの、2価と3価、どちらかを入れたものに、0.1モーラーの硫酸ナトリウムを入れたものとなっております。指示電解飼料容器は飼料液が入っていませんので、0.1モーラーの硫酸ナトリウム飼料液が入っております。電極ですが、作用電極には白金のディスク電極、そして対極ですが、こちらはですね、表面積が大きい電極が必要ですので、白金メッシュ電極を使用しています。で、三焦電極は銀や銀電極を使用しています。はい、ではですね、実際に測定した例としてですね、まず、ヘキサシアノ鉄炭の2価の鉄イオンについての結果についてご説明します。はい、三電極法も比較としておりますし、既往の研究結果も入れております。まず、三電極法ですけども、まあ、こちらのブルーのプロットになっていますが、まあ、こちらに比べてですね、既往の非接触は先ほど示したように右にずれている結果になりました。そして、注目したいのは、この非接触三焦電極のシステムは赤になりまして、この三焦電極とほぼ一致したボタブガが得られております。まあ、詳細に出たんですけども、こちら半端電位を示しましたが、三電極法と非接触型 RE システムの電位は一致しておりまして、既往の非接触型 RE システムだけが増えているという形になっています。このようにして、三電極法と同等なブロータムグラムが得られることが分かっております。でですね、先ほど原因としてですね、対極の電位がずれているのではないかということで、こちらについてはですね、別途な三焦電極を入れまして、同じように測定しました。こちらですね、一応作用電極の方も調べまして、非接触型の方の、飼料液側の方の電解層の WE の電位と、まあ、三焦電極の電位を測りましたが、一致していました。でですね、肝心の、対極の方の電位ですけども、三電極法の電位だけではなくて、非接触型 RE の電解層1、そして電解層2、どちらの、CE に対してもほぼ同じ電位が得られましたので、これによって一致できたことから、まあ、三電極法と同じものが得られたものではないかというふうに考えております。それではですね、次ですけども、まあ、こちらの方法が、私たちが提案した方法が、まあ、きちっと書かれていることを示すためにはですね、三電極同等のものが得られないといけないので、ここでですね、アンドレス・シェルビー式というのがございまして、こちら可逆の反応があるとですね、濃度や水分速度のルートにですね、比例とするというものがあります。こちらについて確認を行いました。
で、左のやつですね、まずノード、あ、こちらノードについての検討なんですけども、ノードを変化させたときのボタムグラムになります。形状変わらずですね、ピークだけ大きくなり、ピークデイも変化しております。で、そしてですね、資料ノードと電流位置に関しましても、きれいな直線性が得られております。次ですね、電位素速度、スイープ速度ですね、と、ボルタムの変化と。調べたんですが、こちらについてもですね、ピーク電位についての変化が見られず、ピーク電流値についてはこのように良好な直線性が得られました。このように結果としてですね、ボルタムグラムの形状等をですね、見てもですね、3電極ほど同等のものが得られていることが確認されました。しかしながらですね、今度はですね、ヘキサシアノ鉄3の酸化のイオンについて測定したところ、中性で測りますと違いが見られました。三電気表システムは良好見られたんですけども、非接触である E は少しきもあの形が歪んだ、ボルタムグラムが得られました。で、こちらについて検討したところですね、まあ、やはりですね、今回のシステムは C にいろいろと問題がありますので、まあ、C における反応を検討したところですね、今回、鉄を2、酸化ですので、酸化を2価にするときは、逆に水を酸化する反応が C で起きていて、まあ、それのですね、過電圧がかかってしまうような状況、発揮もあまりの時ではないので、まあ、そこに原因があったというふうに考えましたので、まあ、この溶液をですね、塩基性にして、水の電気分解を OH マイナスの酸化に切り替えてあげたところ、まあ、このように形状がですね、三電気用と同等に得ることができましたので、このようなことも明らかになっています。またですね、非水溶媒系での測定も今後考えられましたので、まあ、こちらについてはあくまで装置の概略ですけども、ほぼ同じ装置ですけども、まあ、有機系で水系の参照溶液を使いたい場合でありましたら、この参照電極に新たに別途ですね、電解質用意しまして、こちらにですね、液高がついたものに自然解質を入れてしまえば、同じように測れることも一部確認が取れております。以上の結果ですね、私どもの、研究の、技術のですね、ご説明は終わるんですけども、まあ、最後にですね、少し、こちらについてご説明したいと思います。まず、想定される用途ですけども、まず、塩基ですね、あと、角膜などの液濁の使用が困難な電気化学測定とかですね、電位制御、そして、高温、高圧または微小空間における電気化学測定または電位制御。そして、参照電極や塩基などの内部液による飼料溶液の汚染が懸念される電位化学測定や電位制御、こういったものに、用途が期待されるのではないかと考えております。また、実用化に向けた課題ですけども、やはりですね、測定化合物が酸化タナの場合、液性が中性では三電位法と同等なボルタムグラムが得られないこと点が未解決です。まあ、しかしですね、液性を塩基性にすれば、三電気法と同等の結果が得られることまでは実証済みです。まあ、今後ですね、中性の溶液で三電気法と同等なボルタムグラムが得られない条件についてですね、もう一回検討しながら原因を解明してですね、飼料溶液の液性に影響されない測定器を行使したいと考えております。企業様への期待ですけども、まず、電気化学分野における技術を持つ企業様との共同研究を希望しております。また、異分野への展開も検討しており、企業様との共同研究を通じて、用途ごとの課題を一緒に取り組んでいけたらいいなというふうに考えております。またですね、電解合成、電気分解に関する技術開発において、電極を評価および電極反応機構を解析する装置を開発中の企業様へと、本技術の、導入が有効と思われています。はい、本技術に関する知的財産に関しましては、こちらの通りとなっております。お問い合わせ先ですが、日本大学産官学連携知財センターとなりまして、こちらとなります。はい、以上が私からの説明となります。どうもありがとうございました。